長谷川が運んでいきます。お、自らいったエンドワン。ワンショットですというコメントも残していました。ちょっとミスマッチです。栗原とハレルソン体を当てる、外から打つ、決めた。ハレルソンとベクトンのマッチアップ、ここでスイッチ、サイモンがつきます。少しスペース空いた、長谷川3本目、これはたまらずタイムアウト。木村慶太郎、サイモン、ちょっとミスマッチか、高橋がつく、サイモンキープインです。1桁点差です。フリーポゼッション、ベクトンキック、ベクトンがそのままいった、バスケットカウントです。まあ、昨日もこうしたこの位置、トモリスライル中に仕掛けた、一つ壁を作って決めました。スライル、土屋大輝、外からのシュート来た。ここは福島打ちませんでした。ゾーンで守る東京 Z です。離れた位置からエキニケが決めていきます。サイモンとスライル、身長差が10センチあります。この2人中に入っていく、おー、そのまま行きました、ダンク。福島としては残りの時間帯どう戦っていくか。オフェンスリバウンド、そのまま行きました。38歳ベテランのトモリ、スライルカットした、奪っています。東京 Z ファストブレイク、井手勇気、そのまま行くか、浮かせて、これが落ちますがリバウンド、バスケットカウントです。あの順気には高橋がこの時間帯ついています。最後に預けた2です、2点。さあ残り30秒を切ってくるという展開です。チア1つ外した、ワイドオープン、どうか、決めた。2本目が来ました、すぐに行きます、ファール。打つか、さすがに打ちませんか。昨日は最後打ちましたが、ここは打ちませんでした。88対80、